どうも、マサダイです。今日はですね、子供に大人気のあのアニメお菓子か紹介します。妖怪ウォッチ妖怪焼き。パッケージこんな感じです。横に3人なんかいますね。名前が全くわかりません。もうめちゃくちゃ疑問なんですけど、まあ、僕はねもうだいぶ年取ってるから、これなんで人気なの？なんか何ポケモン的な感じなのかな。あとあの歌なんだっけ、ゲラゲラ棒みたいな、なんかそこら辺は覚えてる。ゲラゲラ棒の歌とかなんか iTunes であったような気がする。これなんで人気なの教えて。何が面白いのか本当知りたい。なんで人気なのか すごい好奇心が湧く。それでは早速開けていきます。これなんかね、赤いなんか針金で留めてるって。600円ぐらいしたな確か。おーおーおー、あらかわいい、あらかわいい。なんかこんな感じです。なんかこんな感じです。全部でね8個入りです。この顔がね、猫ちゃんのあの顔なのかな、猫ちゃんの顔と、あともう一人のなんかわからない妖怪くんの顔です。それでは早速この猫ちゃんいただきます。おいしいお茶菓子だ。皆さんもぜひこの妖怪ウォッチ妖怪焼き食べてみてはどうでしょうか。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。